青コーナーより驚異の IQ レスラー柏田和樹入場。さあ、マッド界の救世主柔術ハンターが今軽快に入場してまいります。赤コーナーよりハイブリッドの風が吹き荒れる選手入場。さあ、ヘビーの頂点を虎視眈々と狙っております。この男、気合満点の入場シーンだ。頑張れ。ユールール15分一本勝負を行います。青コーナーは180センチ、85キロ、柏田和樹。赤コーナーオリジナルレスラー、ガンガンいけ。頑張れ。レフリータイガー服部、頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、まずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。スイープしてまいります。ブロックします。逆に上になります。足を絡めます。抜けてまいります。乾いた音が館内に響きます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああ、そうですか。ガードを取ります。上を取ります。外してまいります。掴みます。ストマックに突き刺さります。テイクダウンを奪います。下から返してまいります。下から切り返します。リング上激しい戦いですが、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあレスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ、確かにそうなりますよね。強烈に打ち込みます。ソバットを放ちます。打撃あんまりもらわない方がいいですね。効いてますよ。そうですね、うまくコントロールしてますよ。ストマックを狙ってまいります。外してまいります。タックル積極的ですね。思い切りがいいですね。そうですね、スイープしてまいります。
上を取ります。ブロックした方がいいんですね。そうですね、させません。ストマックへの攻撃であります。ストマックへの攻撃であります。ガードします。逆に上になります。抜けてまいります。膝へのキックです。組み合います。あっと返した。アマルス式のタックル、外した。チャンスですよ。はい、スイープで切り返す。ガードしたいですね。あっと下から返した。あっと逆に切り返した。強烈タックル、ストンピング、首根っこを掴んだ。膝頭を入れていく。テイクダウンを奪った。恥ずかしい図式だ。逆に上になった。おっと外した。強烈に締め上げる。あ、危ない。これかなり効いたんじゃないですかね。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。タックルで倒した。逆に上を取った。下から切り返した。チョークスリーパー、落とすのか。あっとここでギブアップ。